皆さんこんにちは、よろしくお願いします。本日のテーマは二軸キックで弾丸シュートです。本日から4回に分けてメニューを紹介していきたいと思います。ということで今日は第1弾としてのウォーミングアップです。で、ウォーミングアップのメニューとしては、対面ボレー、まあ、基本練習なんて言ったりしますけども、まあ、ご紹介するまでもなく、皆さんご存知の練習かと思いますが、ちょっとだけ変わったことを入れているので、最後までご覧ください。で、その日のテーマとして何をやりたいか、まあ、こういったことを改善したい、こういったことをレベルアップしたいなっていうところについて、やっぱりウォーミングアップから、どんなことを取り入れていくか、その関わる内容で、組んでいきたいということですね。まあ、やり方は、とてもシンプルですね。相手にボール投げてもらって、足に当てて、戻すという形です。まあ、オーガナイズとしては、大きさは、まあ、2メートルぐらいですかね。まあ、低学年とかですと、その距離、2メートルなのか、1.8 メートルなのかによって、微妙に結構変わってくるので、そこは少し、調整してあげてください。用具はボールです。で、方法としては、まあ、投げてもらって、蹴るというだけです。で、まあ、インサイド、インステップ、もも、胸、で、ここ最後、誘脚っていうのを今回入れています。インサイドから胸までは、よくある練習なので、特段ご紹介するという感じではないんですけども、今回この誘脚について、実践編で、見ていきたいと思います。キーファクターとしては、まあ、ボールの芯に当てることですね。これを意識することです。で、あとは上半身のバランスです。まだあまり上手くない子、技術的に上手くない子は、上半身のバランスが悪かったり、頭下がってしまってたり、するので、その上半身のバランスを、意識してほしいなと思います。で、もう一つ、振らずに当てて押すっていうことを意識していきたいと思います。どうしてもキックっていうと足をこう思いっきり振りたくなってしまうんですね。で、特に、ジュニア世代だと強いキックができる方がやっぱかっこいいって思うので、やっぱ強く蹴りたいっていうイメージが強いので、足を振ってしまうんですけども、この練習のポイントっていうのは、ボールの芯に足をしっかり当てるっていうところがポイントになってくるので、そこをするためには振るよりかは、あと、しっかり当てて、で、押す感じであれば、いいボール行くので、そこを意識してほしいなと思います。で、留意点なんですけども、構成要素、まあ、キックでも、トラップでも、まあ、なんでもいいですけど、ヘディングでも、まあ、ドリブルでも、そのプレーに対して、まあ、どんな要素があるのか、まあ、頭の位置は、体の開き具合は、腕はどうする、体の上半身の向きは、まあ、膝は、その前立ち足は、進入する角度はなんて、いろんな構成する要素が一つのプレーの中でもあると思うんですけども、その構成要素を意識して声かけをするといいと思います。で、選手に対して、構成要素は10個あるって言って10個やれって言うと混乱するだけなので、まあ、その選手に一番効くポイント、構成要素は何かなってことを意識して、こういうところを気をつけてみようって言いながら、まあ、プレイヤーとしては自分の課題みたいなところを意識してやっていくと、それだけでガラッと変わることがあるので、まあ、ぜひ取り組んでみてください。今回の特徴として、まあ、対面ボレーの中で誘脚っていうのを取り入れてます。まあ、表現変えると二軸キックなんですが、来たボールに対して、右足で蹴る場合には一回左足を上げてジャンプしている形から、右足で蹴るという形をとっています。これ何のためにやっているかっていうと、二軸キックの場合は立ち足をしっかり入れて右足で蹴るのではなくて、また立ち足もあるんですけども、右足に重心を乗せながら蹴るっていうことなので、やっぱり体浮くんですよね。で、その浮いた状態で、蹴るためには、その空中で浮いてる状態で当てるっていう意識を持ってほしいので、まあ、この誘脚のキックを入れています。で、これがうまくできるかできないかで、結構その後の練習で成果が変わってくるので、ここしっかりやっていきたいと思います。では、実践です。はい。もう膝が硬い。インステップね。
オッケーオッケーオッケー。はい、じゃあいいじゃん。最後まで見ていただきましてありがとうございます。よければチャンネル登録、いいねボタンお願いします。動画作りの励みになります。また、コメント欄に、質問だったり、リクエストだったり、こんなことを聞いてみたいなってことをぜひぜひたくさん書き込んでください。動画作りのネタにします。それではまたお願いします。